これからですね、英語でどうやって海外の人とコミュニケーションするかということについていろいろとこう学んでいきたいんです。で、一番最初にやっときたいこと、これはですね、自己紹介なんです。なぜでしょう。人はだいたい最初に会った時のもう1分間で相手に対する印象が決まってしまうんですよね。Good afternoon. This is Takashi Kotani. I work at. この必死になってる背景って何かと言いますとですね、実は日本のビジネス文化がすごく大きく関わってるんですよね。で、それがゆえに欧米の方から見るとすごく誤解されてしまう。これを防ぐためにこれから5つのポイントをお話します。多くのビジネスの場合ですね、自己紹介は短いです。短い間にシャープに簡単に自分のことをどう表現するか。 A good idea on a self-introduction is to make maybe one, two or three points and keep it short. Your name, what you can be addressed as. I am sorry, my English is poor なんて絶対言わないこと。で、その代わりに Thank you very much for today とかね、何でもいいですけど感謝の気持ちを出しましょう。 Thank you very much for todayIt is exciting to be here. 自分の趣味だとか、それから自分のやりたいことだとか、まあ、いろんな情報、それをできるだけですね、最初にまとめておくことなんですね。My hobby is playing drum. I like rock music, Rolling Stones, The Doors. 日本人の多くが一番困っていることは話題がないことなんです。でもこういう自己紹介をしとけば、もうそこで話題を提供してますから、この後がすごく楽になります。3,000 temples. Temples, yeah, temples. So many. We should be going to see as many temples as we possibly can. なんで海外の人ってあんなにベラベラっと喋って自分の話聞いてくれないんだろう。この現象をどうやって回避して自分のまあ意見をどんどん話していくか、これが大きな課題なんですね。Hope you enjoyed the party last weekend.I don't know how you kept it secret from me. And it was such an amazing party, so many people came. Were you surprised when your friend jumped out of the cake? こんな早い会話の中にどうやって入るんだろう。しかも一人ならいいですよ。複数ですよ。まずポイントの一つなんですけどね。会話の中に入るという姿勢が必要です。それから相手の言ってることわからないじゃないですか。なんかパーティーのことを話しているようだなという、この一番最初のアクションが大事なんです。I hope you enjoyed the party last weekend. Oh, you have a party? What kind of party? Yeah, it was his 50th birthday party. どのタイミングでどうすればいいのかな、話の腰を折っていいのかなって皆さん考えるじゃないですか。で、これを解く鍵なんですけどね、これは実はですね、背景にコミュニケーション文化の違いがあるんです。これを理解しないと英会話をどんなにやってもダメです。 Excuse me, I don't understand. Excuse me, please speak slowly. What kind of toiletries? Like kimono and those kind of things. All right. If we could do some crafts, okay, and those kind of things. Okay. That would be well, good. What about you? Yeah, that's all good, but you know, I was thinking about food, like we're gonna get food. Yeah, yeah. Like yeah. Good idea, yeah. 欧米で英語で話すときは人の話の腰を折ってもいいんだということ。 Welcome to California. Nice to meet you. My name is Mr. Hayashi. Well, how do you like our beautiful California weather? Oh, very nice. Did you have a good trip in? Yes. この時の問題って何なんでしょうか。まず考えていただきたいのは会話の量を見てほしいんですよ。いいコミュニケーションというのは会話のボリュームが同じじゃないといけないんですよね。でもどうやって同じにすればいいのと。 Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Yuichi Hayashi. Please call me Yuichi. I'm Chris Hargreaves. You can call me Chris. Chris, okay. What do you think of our beautiful California weather? Yeah, nice weather. I like here. Did you have a good flight? Yeah, a little tired, but very fun. 異文化コミュニケーションの中で相手と信頼関係を結んでいくためには実は言葉以上に大切なものがあるんです。これは非言語 Non-verbal、 つまり言葉以外の部分なんです。 Southern food in the United States is actually quite similar to a lot of the Japanese food. And what... 割り込んでもいいよとかアイコンタクトどうなっちゃったんでしょう。これから私ね、すごく大切な2つのポイントをお話しします。ある程度お互いにこう打ち解けてきたらもっと姿勢を崩していいんです。こういうふうに欧米の人はですね、聞き
手の方に責任があるとみんな思ってるんです。どんどん割り込んで、どんどん自分の意見を言って、さらには話の方向を変えてすら構わないんです。What I want to do is create a fusion menu. Fusion menu? Yes. What kind of fusion menu? Well, my first idea was... 欧米の人が日本人と仕事をするときに一番嫌だなと思ってるのはこれなんですよ。インフォメーションシェアリング。つまり情報共有。英語はですね、言いたいことを 120% 言わないと相手に意思が通じません。言葉にしない限り相手は絶対に反応しないんです。これは期待の違いなんです。ではですね、本当のビジネスシーンってどうなってるのかということで、今度は私自身が登場してクリスとやり取りをしてみましょう。で、注目していただきたいのは、例えばどういう強いアイコンタクトを見せてるか、会話と会話がどれぐらい重なっているか、こういうところを確認しながらぜひご覧ください。 Okay, yeah, just blow me away. Show me, I understand. Show me something that I've never seen before. I need a sample combination. So、oh, okay. I want to do my really best to find you good color for you. Wonderful. Okay? Yes.日本を一歩離れますとね、世界には様々な国があり、様々な文化があります。自分をちゃんとアピールできないと本当に生きていけない。そういう文化の中で育った人たちはこの3つの考え方を常に持ってるんです。この3つの D をしっかりと頭に入れて、何かおかしいなと思った時は文化が違うんだ、これがあるんだなってことを考えてコミュニケーションしてください。そうすれば皆さんの英語力以上にグローバルなコミュニケーション能力が出来上がっていくと思います。